皆さんは今心が幸福ですか？私来る場所間違えたかと思って。目玉のソフィアズコンテストっていうのがやっててね、これがミスコンみたいなやつなんだけど、これすごいですよ。なんかこの本戦が今日あるから一緒に見に行こうって言われてて、どんな美女がいるんだろうみたいな私あの女の子好きなんで、どんな美女が いるのかなと思ってすごい楽しみに行ったら、なんかよくわかんないんだけど、すっごいだだっ広い集会場みたいな場所に閉じ込められて、女がね急にそこに登壇して、皆さんは SDGs についてご存知ですか？皆さんは今心が幸福ですか？宗教家みたいな演説が始まって、なんか一人15分ぐらい、なんかあなたは今幸せですかっていう、一人の女は幸せについて、心の幸せについて、一人の女はビーガン、いかにビーガンが優れてるか、私来る場所間違えたかと思って。すごいですよ、上智のミスコン今。なんかテーマが SDGs だよ。私もよく分かってない、あの意識高い系のあれのテーマに、お前の信念を語れってスピーチ大会だったのよすっごい意識高くて、ケンピ可愛い女を見に行くぐらいの気持ちでいたのに、なんかすっごい語るの、あれやばいよ。そうね、キリスト教の学校、そうね。いやでもすごかったよ、ビーガンの子すごかった。めちゃくちゃ美女なの。名前が誰もがれ明美みたいな、そのタレントみたいな名前の女の子で、見た目も爆発的に美女なの。爆美女が出てきて、その子が口を開いたら、私はビーガンです。ビーガンの話、私は日本初の学生団体のビーガンサークルを作りました。海外に行った時、イギリスではビーガンキットカットがあります。インドの機内食ではビーガン食がありました。そして私の友達は牛肉と豚肉アレルギーだったんですが、私たちのサークルに入ったことによって幸せになりました。なぜなら人に合わせる必要がない。例えば焼肉屋に行った時に、人に合わせるためにね、肉を食べれるふりをするとか、逆にふりをしないとなんか場がしらけちゃうとか、そういう生きづらさがあったけど、彼女はビーガンサークルに入って救われました。つまりビーガンっていうのは素晴らしいことなんですね。ビーガンについてすごい熱く15分語ってて、畜産のせいでアマゾンは9割自然がなくなってます。あとはなんかハンバーガーを一つ作るのに人のシャワー2ヶ月分の水を使うんです。なんか出店が謎のハンバーガー一つにつきなんかシャワー2ヶ月分使うらしいの、彼女よく。それも変わんないけど、ハンバーガー1個作るのになんかわかんないけどシャワー2ヶ月使うんだって。あら、つまり畜産とは愚かなのですね。で、愚かで、しかもビーガンでお肉を食べれない人もいて、ビーガンで、まあ、アレルギーとか宗教上の理由で肉を食べられない人がいる。どうすればいいかわかりますね。そう、みんなビーガンになればいいんですって言われて、すごい過激と思いながら、でもすごい美人だなと思ってすっごい過激なビーガンだけど美人、うわー、なるほどなーって、すっごいビーガンの話をねされましたね。ビーガン教、本当になんか美人見てほしい。そう、 X 見て、誰のがれ明美みたいな名前の人いるんで、美人、本当に美人で、ケンピ美人に弱いから、ビーガンを走れるべきだろうかな。自分の中に迷いが生じ、美人でしたね。まあそんな感じでいろいろ話してましたけど、最後、ちなみに私がビーガンに目覚めたのは高校の先生のご教授のおかげでしたとか言って、すごいですよね、この思考高校の先生にあの女の子が追いつけられたんだと思って、教育機関怖い、怖いですよ。まあいいけどね、別にビーガンすんの全然いいけど、ただ押し付けないでほしいよな。全員慣れじゃないよね。お前はなっていいと思うし、そういう選択肢がある、チョイスができるってのはいいけど、私は肉を食べたいの爽やかハンバーグなくなるのよ、でもよだよ。あら、高校は可愛いけど、ビーガン押し付けるのはやだな。いや、この子は違うなって思ったら、さっきね、速報ミスソフィアズコンテスト準優勝って書いてある。準優勝でした、ビーガンの。そっか、なるほど。まあいいけど、まあすごいスピーチは上手だったし、爆美女だったから、
という時点でケンピは、あ、やっぱりルキズムなのかもしれねえって思ってむずいな。まあいいけど、そんな話でして、全員ビーガンになれって久々に聞いた過激なまあいいや、美女だったから。思考を言う、思想を言うのは自由だからな。そうやって、まあいい、まあ、面白かったなと思って。結構過激なことをみんなが見てる前で言う勇気があるビーガンの子だから、うん、おもろいわで、こういう子がいるからツイッター盛り上がるわけでね、言いたいこと言わない世の中より全然いいっすね。まあみたいなのが今回の上司大学でしたね。いや、おもろかった。ありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございました。ありがとう。